皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。笑ったね。耐えた。はい、今日の企画はですね、じゃーん。で、秋冬にぴったりのデパコスリップを3本ずつ選抜してきたので、はい、そちらをご紹介していきたいと思います。1本目こちら、セルボークのリップです。こういうようなお色味となっております。ブラウン系のリップですね。で、唇塗るとこういうような感じのお色になります。大きいですね。はい、なんか私がつけると若干オレンジ味が強いようにも見えるんだけど、そうでもない。確かに。でもなんかがっつり、うん、もう赤みのないブラウンって感じですね。うん、そうだね。こちらね、質感はですね、マット系のやつで、結構そんな伸びない。ペタって密着する感じがする。色が可愛くて、なんかおしゃれ顔に見えるような気がして。うん、なんかブラウンリップって結構私のイメージ的になんか赤みとかオレンジ味が強いと、なんか結局赤リップみたいなオレンジリップになっちゃうと思うから、なんかこんぐらいのもうさ、なんかもう赤みも何もないですよみたいなブラウンだとなんか良さそう。秀逸なコメントありがとうございます。はい、はい、あ、じゃあセルボーク、またセルボーク出します。私なんかすごいセルボーク好きみたい。セルボーク女じゃないの？女、セルボーク女かもしれん。じゃあセルボーク女だと思って人気のイグニファイドリップスの9番テラコッタの色に似てるやつなんですよ。それのグロス版みたいなテンション、これとこれが似てるらしいので、ちょっと並べて塗っていきたいと思います。これがグロスの方で、これがこれです。こちらはこういう感じになります。オレンジ系、結構オレンジのちょっと暗めオレンジって感じ、うん、暗めオレンジだけど鮮やかな感じ、うん、だからそう、グロスって結構色がつかないイメージがあったんだけど、うん、これはかなりつく、うん、てかセルボーク多分買いたい人も多いと思うんですけど、はい、スティックの方とこっちのグロスとどっちがなんかその持ちがいいとか、スティックの方じゃないかな。なんかやっぱグロスってむずいのよ、私的に、うん、このスティックタイプの方が少し使う頻度は多いかなという感じではありますね。ちょっと二刀流でやったりいいと思います。はい、はい、では最後のリップいきたいと思います。似てる色、似てる似てるこちらが、NARS のオーディシャスリップの9477番購入しました。こちらがオーディシャスリップですね、うん、他のに比べるとちょっと赤みが強いかなというふうに思います。はい、最後のリップがこちらですね。塗ってみました。うん、赤系ですね、さっきのと比べると、うん、で、かなり色のトーンも落ち着いているというか暗めですね。これね、あれなんですよ、 YouTuber の神玉さんっていう人がいるんですけど、うん、神玉さんはモノトーンの服をめっちゃ着る方で、で、よくコーデとか上げてるんですけど、すごい可愛いなと思っています。そう、その人がつけてる、すごいよくつけてるって言ってて、前から気になってたんで、今回秋冬になったということで買いましたという感じです。はい、私の3本は以上です。はい、じゃあ私いきます。1本目こちらのダマンですけど、ちょっと手に出すとこう見ると本当になんかインクみたいな感じの、確かにちょっと赤みのあるブラウンって感じなんですけど、でもなんかあれだよね、オレンジっぽいさもある。まあブラウンなのか、ブラウンなのか、ブラウンか、ブラウンだね。なんかベージュ味もピンク味もオレンジ味もブラウンもあるみたいな感じの、なんかこれパッケージだけで見るとちょっとオレンジとかベージュが強いブラウンって感じがするけど、塗ると意外とね、そうだね、なんか落ち着いている感じの色味。なんかね、多分これも塗る人にすごいよると思うんだけど、なんかね、結構インスタとかで見ると本当にブラウンに発色してる人もいるし、なんかピンクっぽい人もいるし、でも私はどちらかといえばピンクっぽく発色してる方なのかなって思います。で、とにかくこれは落ちない、マジで。本当に、なんか塗るときは結構オイルっぽい質感というかサラサラしてるんだけど、こうピタッてするの、めっちゃ密着して本当に落ちないので、マスクの季節超良きって感じです。前さ、一緒にこれでさ、ライブやったじゃん。やったね。そん時にさ、どこのリップですかってめっちゃ聞かれた色なんだよね、これ。確かに。だからちょっと本当にいい色なので、ぜひチェックしてみてください。明るくなってきたね。2本目こちらの MAC のリップスティックになります。こちらはですね、チリっていう色なんですけど、もうこれは超多分秋の定番色っていう感じだと思います。皆さんも持ってる方多いと思うんですけど、こんな感じの、まあ、レッド
人に見えるよねっていう色、うん、なんかそう、多分カメラ通すとめちゃめちゃこうレッドっていう感じに見えると思うんですけど、オレンジっぽいのよちょっと。そうだね、オレンジがちょっと入った黄身を感じる、うん、なんか、うん、イエベって感じの色で、なんか韓国でもすごい定番な色なんですよこれ、うん、おすすめの塗り方は、うん、最初にポンポンこう薄くして、うん、伸ばす、でこの状態だとまあ赤リップっぽいんだけど、すごい、うん、なんか明るめオレンジっていう感じなんですけど、内側にちょっと重ねる、うんうん、るとちょっと暗めっぽい色になってくるから、それがね秋っぽいと思います。こんな感じ懐かしいね。懐かしい、なんかね明るいやつをね最近塗ってないんだけど、うん、なんか秋だからちょっと出してみたら可愛いなって思ったので、可愛い、なんかブラウンチークとかオレンジチークとかでも統一して使うのがすごい可愛いので、ぜひ。はい、私3本目こちらのまたマックになるんですけど、パウダーキスリキッドリップカラーっていうリップになります。これは多分今年出たやつなんですけど、へー、これもブラウン系かわいい、なんかねピン、なん、もうわかんないっていう色わかんないわかんないっていう、え、かわいい、それ超かわいいの、うん、こんな感じの色になってて、うん、なんかまあヌーディー系かな、うん、めっちゃいいね、そうっていう感じ。これはオーバーザトープっていう色なんですけど、うん、これはもうねマジでマット、なんかベルベットっぽいかな、なんかふわふわしてる感じ、うん、あ、確かに若干ピンク味を感じるね、あ、これは多分ね塗る人によるんだよね、ああね、なんかインスタとかで見ると、うん、結構ブラウンっぽく発色してる人もすごい多いんだけど、うん、なんか多分私の血色上なんかピンクっぽい感じになるの、ヌードピン、なんかピンクベージュみたいな、うん、かわいい、こんな感じ、なんかちょっと顔色悪く見えないそう、なんか結構もうチークとかを濃いめに入れたりとか、もうこれをチークとして使ったりとかして、うん、なんだろうね、唇ボーンって感じじゃないから、この辺とかチークとかアイメイクをちょっと濃いめに色を見える感じにしたら良き感じのヌーディーメイクになるんじゃないかと思って、うん、なんかこれだけじゃちょっと色味足りないなっていう時はこの MAC のルビーウーっていう、結構これも 赤リップなんですけど、うんうん、赤リップって感じの赤リップだね、そう赤リップなの、すごく赤リップなんだけど、うん、これを内側に少しだけ塗ったりとかする、本当に少しだけ赤リップにしたいわけじゃないから、うん、こんぐらいが赤いとかってこうやるとちょっとね、さっきより血色が出るから ね確かにこういう使い方もおすすめな、なんか、まあ、ベースとしても使えるし、これ1本でも可愛いって感じのリップでございました。はい、ということでこんな感じで3本ずつお気に入りの秋デパコスリップをご紹介していきました、はい、待って、じゃあ最後に1位決めよう、せーの、どういう点で？こう理由としてはもう落ちないっていうのと、はい、なんか色がね他にないなっていう感じの色なのこれ、うんうんうん、そうだからすごい大好き。なるほどです。私が選んだ理由としてはまず最近買った、あとなんだろうね、赤っぽいから使いやすい感じがするっていうのと、私がすごく大好きでよく使っていたセルヴォークのディグニファイドリップスの10番の色に若干似てるんだよね、それも赤み系で、あ、やっぱ赤み系使いやすいなと、ブラウンの中でもメイクに合わせやすいしね、いろんなアイシャドウとかという意味で、はい、1位選ばせていただきました、はい、なんと私たちの1位ナーズということで、なんかね、うん、よかったね、よかったね、何が分かんないけど、何が、いやでも全部好きだからよろしくという感じではある、これ全部好きだから今回出したから、うん、そう、強いて言うならそうそうそう、うーんみたいな、なんか秋リップで迷ってる方とかいたらぜひチェックしてみてください、はい、今回はデパコスに絞って紹介したんですけど、別の動画でプチプラ編っていうのもやろうと思ってるので、ぜひプチプラリップ気になるよって方はそちらの方を見ていただければと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、あとインスタのフォローもお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。